ニューアーク港、エリザベス海上ターミナルの輸送コンテナ。米国ニュージャージー州、ウェストコースト本線を走るコンテナ車。英国ヌニートン近郊洋上のコンテナ船。ドイツクックスハーフェン付近コンテナ用クレーンによる荷役が行われているコンテナ船。コッペンハーゲン港、コンテナリゼーション、コンテナ化とは低規格の輸送コンテナに、 代償様々な貨物を積み込んでコンテナごと一斉に運んでしまう輸送体系のこと。日本国内ではコンテナ輸送と呼ばれることも多い。コンテナは効率的な200及び長距離の効率的な輸送が可能であり、ある輸送手段から別の輸送手段へ回避することなく移行することも可能である。200システムは完全に機械化されているため全ての200が クレーンや特殊なフォークリフトで行われる。すべてのコンテナには番号が付されており、コンピューター化システムを用いた追跡が行われる。コンテナは対抗成功の素材でできており、メンテナンスの必要性を最小限に抑えている。数世紀前に期限が遡るコンテナリゼーションだが、第二次世界大戦終了までは、重いコンテナを二役するための機械も、企業や、 輸送形態の境界を越えてコンテナを運ぶための構想も十分に発達せず広く普及しなかった。第二次世界大戦後アメリカの運送業者だったマルコム・マクリーンがトレーラーから船へと積み替えられる複合輸送コンテナを設計しコンテナを効率的に積載するためのコンテナ船を発明して事業を軌道に乗せた。コンテナリゼーションによって大半の貨物は 手作業で分類したり倉庫に保管しておく必要がなくなり、剥き出しのバラ積み貨物をこれまで二役していた何千人もの港湾労働者にとって変わるものとなった。またコンテナリゼーションは港の混雑を軽減し、輸送時間を大幅に短縮し、損傷や盗難による損失をも減少させた。コンテナとそれを運ぶための専用船やトレーラーや様々な二役機器が 輸送の定時制や輸送期間の大幅短縮をもたらし輸送コストを劇的に削減したことで外国の商品を買うコストも低下し企業が工場を賃金の安い外国に移転してその製品を輸入することが現実的になった。コンテナ輸送は国際貿易ブームを経引しグローバリゼーションの主要因となった。未梱包のバラ積み貨物を手作業で船に積み込む。 ヨースロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道でのコンテナ輸送コンテナリゼーション以前、商品は一般的に梱包されることなくバラ積み貨物として手作業で取り扱われていた。通常、商品は工場から車両に積み込まれると港の倉庫に運ばれてそこで荷おろしされ次の船を待って保管されていた。船が到着するとそれらは他の貨物と一緒に 船の横に移動され、港湾労働者によって戦争に降ろされるなり、運ばれてから梱包されていた。船は与えられた宅層貨物を降ろす前に、いくつかの港に寄港することもあった。おのおのの港へ寄るたびに、貨物の到着は遅れることになった。配送貨物が一旦別の倉庫に荷下ろしされてから、目的地に配達される場合もあった。 複数回に及ぶ200と遅円は輸送コストや時間がかかるだけでなく信頼性も低くしていた。コンテナリゼーションは18世紀後半のイギリスにおける初期の炭鉱地域が端緒となった。1766年、ジェームズ・ブランドリーは石炭をウォーズリーのデルフ採石場からマンチェスターまでブリッジウォーター運河で輸送するために10個の木製コンテナを備えた箱船。 ストベシャナー号を設計した。1795年、ベンジャミン・ウートラムが、リトル・イートン・ギャングウェイを開設すると、石炭はワゴンに積まれて、それで輸送された。このギャングウェイを行く、馬引きのワゴンは、コンテナの形をしており、石炭を積んでは、シケから、ダービー運河に積み替えることが可能だった。1830年代までに、いくつかの大陸鉄道が、 他の輸送手段に移行可能なコンテナを輸送していた。英国のリバプールマンチェスター鉄道もその一つで、シンプルな長方形の木箱が、石炭をランカシャーの炭鉱からリバプールまで運ぶのに使用され、クレーンで馬車に移されたとの記述がある。もともとは石炭を橋家に積み下ろしするのに使われていた、ルーズボックスが、1780年代後半からは、 ブリッジウォーター運河のような場所で石炭をコンテナ輸送するのに使われた。1840年代までに木製の箱だけでなく鉄製の箱も使用されるようになった。1900年代初頭には道路と鉄道間の移動用に設計された密閉コンテナボックスの採用が確認されている。1917年5月17日。 米国の新シ,シノティでベンジャミン・フランクリン・フィッチは自身の設計に基づき着脱できる筐体と呼ばれるコンテナ輸送用の実験設備の開発に着手した。1919年後半、彼のシステムは14台の貨物トラックで21の鉄道駅にサービスを提供する200個以上のコンテナへと拡張された。第二次世界大戦前に 多くのヨーロッパ諸国が独自にコンテナシステムを開発した。1919年、エンジニアのスタニスロー・ラドビッチがポーランドでコンテナシステム最初の草案を策定した。1920年にはニジクアゴンの試作品も製作されたが、ポーランド・ソビエト戦争のため、ポーランドでは開発が中断してしまった。1921年5月、 アメリカ合衆国郵便公社は郵便物をコンテナ経由で輸送するためにニューヨークセントラル鉄道と契約した。1930年、シカゴノースウェスタン鉄道はシカゴとミルウォーキー間でコンテナの輸送を開始した。しかし、州裁通商委員会がコンテナでの定額料金使用を許可しなかったことで、1931年春に彼らの事業は終了した。 1926年、サザン鉄道と北部鉄道によるロンドンからパリまでの豪華、客車ゴールデンアローの定期的な接続運行が始まった。この乗客の手荷物の輸送に4つのコンテナが使用された。これらのコンテナはロンドン、またはパリで積み込まれ、イギリスでは長物車そして、フランスでは専用列車でドーバー、またはカレーの港に運ばれた。 1928年9月、ローマで開催された第2回世界自動車輸送会議で、イタリアの上院議員、シルビオ・クレスピーが競争よりも協調体制をとって、道路と鉄道の輸送システムにコンテナを使用することを提案した。これは、新大車で乗客を国際間輸送するスリーピングカーカンパニーと同様に、国際機関の支援の下で行われることとされた。 1928年にペンシルバニア鉄道がアメリカ合衆国北東部で定期的なコンテナサービスを開始した。ニューヨークでのウォール外大暴落とその後の世界恐慌を経て多くの国が貨物の輸送手段を失っていた。貨物輸送の可能性として鉄道が求められ、コンテナをより広い用途で輸送するきっかけとなった。1931年9月30日。 国際商工会議所の講演を受けて、ある開示貨物駅のプラットフォームでは、ヨーロッパ製コンテナの最も良い構造を評価する実用試験が国際競争の一環として実施された。同じく1931年、米国ではベンジャミン・フランクリン・フィッチが、その当時どこにでも存在する2つの最大かつ重いコンテナを設計した。 一つは17.68.08.0インチで容量890立方フィートの3万ポンド。もう一つが20.08.08.0インチで容量1000立方フィートの5万ポンドである。1932年11月、エノラではペンシルバニア鉄道が世界で最初のコンテナターミナルを開設した。フィッチの開発したフック止めシステムが コンテナの再積み込みに使用された。コンテナリゼーションの発達は、経済崩壊と全交通手段の使用現象をもたらすこととなった1929年のウォール街大暴落を経て、鉄道会社を活性化する方法として、ヨーロッパとアメリカで起こったのである。1933年のヨーロッパでは、国際商工会議所の講演を受けて、国際コンテナ事務局が設立された。 1933年6月 BIC は国際間交通で使用されるコンテナに必須となる規定条件を決定した。コンテナは移動式エレベーター用のクレーンやオーバーヘッドコンベヤー等の吊り上げ装置によって取り扱われるとして1933年7月1日以降に構築されたものとされた。義務的な規制は次の通り。 1926年から1947年の米国ではシカゴノースショアミルウォーキー鉄道がミルウォーキーとシカゴの間で長物車に積みにされた自動車運搬車及び荷主の車両を輸送していた。1929年より始まるシートレインラインズはニューヨークとキューバ間で商品を輸送するため船舶で鉄道貨車を輸送していた。 1930年代半ば、シカゴグレートウェスタン鉄道と当時のニューヘイブン鉄道が独自の鉄道に限定したピギーバックサービスを開始した。シカゴグレートウェスタン鉄道は鎖とターンバックルを使用して各トレーラーを長物車に固定する方法について1938年に米国連邦特許を申請した。 他の部材には、長物車からトレーラーを積み下ろしするための車輪止めや、軽車台などがあった。1953年までに、シカゴ・バーリントン・アンド・クイン・シー鉄道、シカゴ・アンド・イースタン、イリノイ鉄道、サザン・パシフィック鉄道が、この革新的事業に参入した。使用された、鉄道車両の大部分は、余った長物車に、新たな床面を装着したものだった。 1955年までに追加で25の鉄道会社が何らかの形でピギーバックのトレーラー輸送サービスを開始した。第二次世界大戦、第二次世界大戦中、オーストラリア軍は鉄道の様々なゲージ破損にもっと簡単に対処するための補助としてコンテナを使用した。これらの積み重ね不可能なコンテナは後の20フィート ISO 規格コンテナとほぼ 同じ大きさでおそらく主に木材で作られていた。異なる4つの UIC-590 コンテナを展示している鉄道博物館内の貨車、ボーフムダールハウゼン鉄道博物館の展示。同時期にアメリカ合衆国陸軍は均一な大きさの物品を組み合わせてパレットに固定し、ユニットロードにすることで輸送船の積み込み積み下ろしを高速化するようになった。 1947年、アメリカ陸軍輸送課は、主艦の家庭用品を戦地に輸送するために、4.1トンの積載量を持つ表面が波打った合成スチールのコンテナ、トランスポーターを開発した。縦幅 2.59X 横幅 1.91X 高さ2.08メートルで、片面に両開きドアがあり、運搬台車の上に取り付けられ、上部の四隅に吊り上げ用リングがあった。 朝鮮戦争中、トランスポーターは、繊細な軍事装備の持ち運びについて評価され、効果的であることが証明され、より広範な使用が認められた。物資の盗難や木箱の損傷で、軍は、鋼鉄製コンテナが必要だと確信した。20世紀半ばニューアーク港にいるマルコム・マクリーン。1957年1951年4月、チューリヒ・ティーフェンブルネム駅で、 スイス交通博物館と国際コンテナ事務局がコンテナシステムのデモンストレーションを開催し、これには西ヨーロッパに最適な解決策を選ぶという目的があった。フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、スイス、スウェーデン、イギリス、イタリア、アメリカ合衆国の各代表者が出席した。そこで選ばれたシステムはオランダでロットキストンと呼ばれる。 1934年以来使われていた消費材及び廃棄物の輸送システムに基づくものだった。このシステムは最大容量 5500kg で最大3.12.32.0メートルのローラーコンテナを使った多彩な構成で鉄道、トラック、船舶で輸送を行った。これが PA コンテナとして知られる。 第二次世界大戦後の最初のヨーロッパの鉄道規格 UIC590 となった。オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、西ドイツ、スイス、スウェーデン、デンマークでその導入が実施された。さらに大きな ISO コンテナの普及に伴い PA コンテナは鉄道会社によって段階的に廃止された。1970年代には廃棄物輸送で、 それが広く使われるようになった。1952年、米国陸軍は、トランスポーターを、カンテイナーエクスプレス、または、コーネックスボックスシステムに発展させた。コーネックスのサイズと容量は、トランスポーターとほぼ同じだが、システムは、いわゆるユニット方式になり、縦幅1.91横幅1.30高さ2.10メートルの、小さなハーフサイズのユニットが追加された。 コーネックスは3段に積み重ねて、厳しい自然環境からその内容物を保護することが可能だった。工学用品や予備の部材を積んだコーネックス最初の大掛かりな発想は、ジョージア州にあるコロンバス総合倉庫からサンフランシスコ港までが鉄道で行われ、それから船舶で1952年後半に日本の横浜へ、その後は韓国へ輸送された。 出荷引き渡し時間はほぼ半分に減った。ベトナム戦争時までに補給品及び部材の大部分はコーネックスによって発送されていた。1965年までに米軍は約10万個のコーネックスボックスを使用し、1967年には20万個以上を使用していた。これは世界規模で初となるコンテナでのインターモーダル輸送となった。 アメリカ国防総省が軍事用に88フィートの横断面長さ10フィートのコンテナを規格化すると輸送目的でそれが急速に採用された。1955年、元ト,トラック運送会社のオーナーであるマルコム・マクリーンはエンジニアのキース・タントリンガーと協力して最新の複合輸送コンテナを開発した。課題は 効率的に船に積み込むことができて、長い航海でも安全性を保持できる輸送コンテナを設計することだった。その結果、波打った厚さ2 5ト、mm、ルの鋼鉄からなる縦3.0横2.4高さ2 4ル単位の箱ができた。この設計では、ツイストロック機構が4つの角それぞれの頂点に組み込まれており、クレーンを使用して、 コンテナを簡単に固定及び持ち上げることができた。マクリーンを手伝った後、タントリンガーは特許取得した設計を業界に提供するよう説得した。これが輸送用コンテナの国際標準化の始まりとなった。韓国の釜山港で待機中のコンテナコンテナを運ぶ目的専用で建造された最初の船舶はロンドンとパリ間を結ぶ豪華旅客列車。 ゴールデンアローを常時運行するためのもので、1926年に創業を開始した。乗客の荷物運搬のために4つのコンテナが使用された。これらのコンテナはロンドン、またはパリにて積み込まれ、ドーバー、またはカレーの港に輸送された。欧州における次の段階は、第二次世界大戦後となる。コンテナ輸送用に専用建造された船舶は、 イギリスとオランダ間で使用され、1951年にはデンマークでも使用された。米国では1951年にワシントン州シアトルとアラスカ州の間でコンテナの運搬が始まった。ただし、これらのサービスはどれも特に成功しなかった。まず、コンテナがかなり小さくて、それら52%の容積は3立方メートル未満だった。 欧州ではほぼすべてのコンテナが木で作られており、キャンバス布地の蓋を使用していたため、同コンテナは鉄道、またはトラックの車体に追加の積み込みが必要とされた。世界初の専用コンテナ船は、1955年にモントリオールで建造されて、ホワイトパスユーコン社が所有する、クリフォード J. ロジャーズ号だった。1955年11月26日の、 初運行では、ノースバンクーバーとスカグウェイ間で600個のコンテナが輸送された。スカグウェイではコンテナを専用の鉄道車両に降ろして、北へ有根順周まで運ぶという、トラック、船、鉄道車両を使用した最初のインターモーダル輸送サービスだった。有根で南行きのコンテナが仮想人によって積み込まれると、鉄道、船、トラックで、 届け先まで開けられることもなく運ばれた。この最初のインターモーダルシステムは1955年11月から1982年まで運用された。実際に最初に成功したコンテナ船会社は1956年4月26日に遡る。アメリカのトラック輸送の起業家、マルコム・マクリーンは後にコンテナと呼ばれる58台のトレーラー板を入れて 改造されたタンカー線アイデアル X 号に乗せ、ニューアークからヒューストンまで公開した。カナダでの出来事とはまた別に、マクリーンは輸送中に、決して開けることなしに、トラック、船舶、鉄道車両間のインターモーダルを基本とする、受け渡し可能な大型コンテナを使用する考えを抱いていた。マクリーンは当初、大型トラックからトレーラーを取り出して、船の貨物層に、 それを格納するトレーラーシップの建設を支持していた。ロールオン、ロールオフ方式と呼ばれるこの積み込み方法は潰れた物置としても知られ、船内の潜在的な貨物スペースの大きな無駄遣いになるため採用されなかった。代わりにマクリーンは、車台ではなくコンテナのみを船に積むものへと当初の概念を修正した。そのため、コンテナ船や、 ボックス船との名称になっている。マースク社のコンテナ。1975年ケッペル港のコンテナターミナル。シンガポールコンテナリゼーション諸島の20年間に様々な大きさのコンテナとみ金具が使用された。米国だけでも互換性のないコンテナシステムが数十個あった。最大運用のコンテナでもマトソン航空会社には24フィートのコンテナがあり。 シーランドサービス社は35フィートのコンテナを使用していた。現存する規格サイズや金具及び補強基準は国際海運会社、ヨーロッパの鉄道会社、米国の鉄道会社、及び米国の運送会社間における一連の妥協から発展した。4つの重要な ISO 勧告によって世界規模でコンテナリゼーションが規格化された。 これらの規格に基づいた最初の TU コンテナ船が日本郵船を選手とする箱根丸であり1968年に初就航して 752TU のコンテナを運ぶことが可能だった。米国ではコンテナリゼーションやその他の輸送の進歩が仲裁通商委員会によって妨げられた。同委員会は鉄道が 独占的な価格設定及び料金差別を使用しないようにする目的で1887年に創設されたが規制の虜の犠牲となった。1960年代まで荷主が同じ車両で異なる品目を運んだり料金を変更する前には ICC の承認が必要だった。現在の米国における全統合化システムは ICC の規制に基づく監視が縮小された後にのみ可能となったものでトラック輸送及び鉄道は1970年代に規制緩和され海運料金は1984年に規制緩和されたコンテナが鉄道車両上に2段積み上げられる複装貨物鉄道輸送が米国で導入されたこの概念はシーランド社とサザンパシフィック鉄道によって開発された 最初の独立式複装コンテナ車は1977年7月に納入された。業界標準となる5ユニットのワイルカーは1981年に初めて登場した。当初、これらの複装貨物鉄道車両は普通列車の運行で展開されていた。1984年にアメリカンプレジデントラインズ社がロサンゼルスシカゴ間で 複層貨物コンテナに特化した列車事業を開始して以降、その輸送量は急速に増加した。タンカーに滲みされたコンテナ。ロッテルダム港にてコンテナリゼーションは、特に消費財やコモディティ物品の国際貿易の費用を大幅に削減し、スピードを大きく向上させた。また、世界中の港湾都市の性格も劇的に変貌させた。高度に機械化された。 コンテナ積み替え以前は20から22人の港湾労働者が個々の貨物を船倉に詰め込んでいた。コンテナリゼーション後、港湾施設では大所帯の港湾労働者が不要になり、職業が大幅に変わった。一方、コンテナリゼーションの支援に必要な港湾施設も変貌を遂げた。影響の一つが港の若干の減少と他の増加だった。サンフランシスコ港では、 二役に使用されていた以前の桟橋はもはや必要なくなり、しかしコンテナ積み替えに必要とされる広大な保管区画を建設する余地がほとんどなかった。その結果、サンフランシスコ港は実質的に主要な商業港として機能しなくなったが、隣接するオークランド港が米国西海岸で2番目に大きい港として浮上した。同様の運命がマンハッタンとニュージャージーの港の 間でも起こった。英国では、ロンドン港とリバプール港の重要性が低下した。一方、英国のフェリックス島港とオランダのロッテルダム港が主要港として登場した。一般的には、新規水線の通行ができない水路の内陸港は、コンテナリゼーションから撤退し、開港が有利となった。インターモーダリオコンテナを使うことで、コンテナの仕分け及び梱包作業を、 乗船地点から遠く離れた内陸部の施設で実行することが可能となった。コンテナリゼーションの影響は海運業界を超えて急速に広がった。コンテナは海上輸送を伴わない貨物輸送向けのトラック輸送及び鉄道輸送産業で急速に採用された。製造業もまたコンテナの利点を活用するべく進化した。かつて小さな委託貨物を配送していた会社は それらをコンテナにグループ化するようになった。現在、貨物の多くはコンテナに正確に収まるよう設計されている。コンテナの信頼性は部品供給業者が定期的な固定スケジュールで特定の部材を提供できるため、ジャストインタイム生産システムも可能にした。原料生産地から部品工場まで、部品工場から、組み立て工場まで、組み立て工場から、 最終消費地の物流センターまでの間が定時制の高く輸送費の安い海上コンテナで結ばれるため多数の国にまたがる複数の企業間の生産時期を調整して短い納期と少ない在庫を達成するサプライチェーンマネジメント構築も可能になった2004年世界のコンテナ交通量は3億4500万 TU で約82%のコンテナポートが 上位100のコンテナ港で取り扱われたと推定されている。マースク社のコンテナ船が出港するところ。フリーマントルにて2009年時点で世界中の日バラ済み未貨物の約90%が輸送船に積まれたコンテナによって運ばれており、全コンテナ積み替えの26%が中国で行われている。例えば2009年に 中国では一億五百九十七万六千七百一台の積み替えがあり、香港では二千百四万九十六台、そして米国では三千四百二十九万九千五百七十二台だった。二千五年、約千八百万台のコンテナが年間二億回以上の旅をした。二千六年八月に就航したイママーシック号のように一万四千五百以上の二0フィートコンテナを 積載できる船もある。ある時、コンテナ船は、インド洋と太平洋を結ぶ世界で、往来の最も激しい輸送レーンの一つである、マラッカ海峡の深さによってのみサイズが制限されると予測されたりもした。このいわゆるマラッカマックスは、船舶を全長470メートル幅60メートルの寸法までにサイズ制限している。ただし、 当初はコンテナリゼーションが海運業界に与える影響の程度をほとんど予見できなかった。1950年代にハーバード大学の経済学者ベンジャミン・チニッツはコンテナリゼーションが工業製品を立地域よりも安く米国南部に出荷できるようになることでニューヨークに利益をもたらすと予測したが彼はコンテナリゼーションが海外からの そうした商品の輸入を安くするとまでは予想しなかった。コンテナリゼーションの経済的研究の大半は、海運会社が古い輸送形態をコンテナリゼーションに置き換えるようになると単純に決め込んだだけで、コンテナリゼーションのプロセス自体が、生産者の選択にもっと直接的な影響を与え、総貿易量を増加させるとまでは予測し得なかった。 ISO 規格コンテナの普及は他の貨物輸送規格にも変更をもたらし、着脱可能なトラックボディやスワップボディが規格サイズ及び形状へと徐々に強制されていき、ISO コンテナや商用車に適合する貨物パレットの世界的な仕様へと完全に移り変わっていった。貨物の安全性向上もコンテナリゼーションの重要な利点である。ひとたび貨物がコンテナに積み込まれたら、 目的地に着くまで再び触られることがない。偶然通りかかった人からは、貨物が見えないため、盗まれる可能性が低い。通常、コンテナのドアは封鎖されているため、不正解放がより、明確となる。一部のコンテナには、電子監視装置が装備されており、ドアが開いた時に起こる、気圧変化を遠隔監視することが可能である。このことが海運業界を長年悩ませてきた。 東南事案を減少させた。近年の開発はセキュリティをさらに強化するためインテリジェントな物流最適化の使用に焦点を当てている。世界中で同じ規格サイズのコンテナを使用することは様々な国で互換性のない機関サイズよって起こる問題を軽減させた。世界の鉄道網の大部分は標準機で知られる1 4 3 5ト、mm、ルの機関で運行するが、 放棄を採用する国も多く、アフリカや南米などの他地域では、鉄道網に狂気を採用している。これら全ての国で、コンテナ列車を採用したことで、期間の異なる列車間の積み替えが容易になった。20フィート、または40フィートのコンテナを使って、自家用車他の各車両を海外に出荷することが、一般的な方法になった。ロールオン。 労量不方式の車両輸送とは異なり、携帯品を車両とともにコンテナに積み込むことができ、国際間輸送が容易になった。一般的な全長規格が5つある。米国の国内標準コンテナは一般的に48フィートと53フィートである。コンテナ容量は20フィート相当単位で表される。この換算単位は20フィート規格コンテナに積み込める。 貨物容量の尺度である。これは外産地であるため、箱の高さは考慮されていない。例えば、高さ2.90メートルのハイキューブでも高さ1.30メートルのハーフハイトでも、長さが20フィートのコンテナは TU e と呼ばれる。米国では、過去10年間で48フィートコンテナが段階的に減っていき、53フィートコンテナが優勢となった。 20フィートのドライカーゴコンテナの最大創出量は当初2 4 0 0 0ラムに40フィートコンテナは3 4 8 0ラムに設定された。コンテナの空虹質量を考慮すると最大積載量は20フィートの場合で約2 2 0 0 0ラム、40フィートコンテナでは2 7 0 0 0ラムに減少する。2005年には 最大積載が 3480kg に増加し、その後さらに ISO 規格668の改正により、全サイズで最大 36000kg にまで増加した。ISO コンテナの高さ8フィートという当初の選択は若干の修正が必要となったが、鉄道トンネルの大部分に合うように作られた。現在の標準は高さ8フィート6インチである。 さらに高いハイキューブコンテナでは9フィート6インチに達し、鉄道車両が2段積みになったため、鉄道積みに限界刑事寸法のさらなる拡大が必要とされている複数個ある LD8 型の航空貨物用コンテナ主要航空会社は、航空機及び関連する地上の積み込み機器用にカスタム設計されたコンテナを使っているが、国際航空運送協会は、 最大11.52立方メートルというアルミニウムコンテナ規格のサイズ設定を作った。その他のコンテナシステムをいくつか挙げると次の通り。FCL は荷主一人で届け先も一箇所だけという責任負担で積み下ろしが行われる ISO 規格コンテナである。実際にはコンテナ全体が届け先一箇所当てのものを意味する。FCL コンテナの輸送は 同じ重量のバラ積み貨物よりも低い運賃になる傾向がある。FCL は許容最大重量、または最大容量まで積載されたコンテナの利用を意図したものであるが、海上貨物における実際の FCL は常に完全な有効荷重、または容量を意味するわけではない。多くの企業は他の商品とコンテナを共有する場合と比較して、 物流の簡素化及びセキュリティを向上させるために、ほぼ満載のコンテナを単一コンテナ積載にする傾向がある。LCL は標準の貨物コンテナを満たすのに、十分な大きさではない貨物のこと。LCL の貨物は多くの場合、最終目的地に向かう途中にある中間の鉄道ターミナルで異なる鉄道車両に振り分けられて再配送されている。 LCL とは、カーロードレートを適用する必要量よりも少ない貨物量を言う。インターモーダルコンテナの貸し容量、または定格容量を満たす量よりも少ない貨物量でもある。それはまた、輸送用コンテナを一杯にするには非効率的な貨物の仮想とも定義ができる。それは、コンテナフレードステーションで、コンテナ内の同じ目的地の別の託送品と一緒にされている。 金製品の密輸にはコンテナが使われている。動いているコンテナは数が膨大なため大部分のコンテナは決して検査対象とならない。近年はテロリストやテロ活動の素材を検出できない国に輸送するのにコンテナが使われる恐れがあるとの懸念が高まっている。米国政府はコンテナセキュリティイニシアティブを推進している。これは危険度の高い貨物が なるべく出発港で検査、またはスキャンが行われることを意図したものである。コンテナは常時使用を意図されており、これまでの貨物が空になった直後に、新たな目的地に向かう新しい貨物が積み込まれる。これが常に可能とは限らず、場合によっては、空きコンテナを使用可能な場所に輸送するコストの方が、使用済みコンテナの価値よりも高いと考えられたりもする。海運会社や、 コンテナリース会社は、空きコンテナを、米国西海岸など、需要の低い地域から中国などの需要の高い地域に、再配置する、専門家になっている。港の高配置内に再配置することが、近年の物流最適化作業の焦点にもなっている。ただし、破損したり廃棄されたコンテナは、コンテナ構造物という形でリサイクルしたり、中身の鋼鉄を回収するリサイクルも行っている。 2010年夏は、不況後に輸送量が増加したためコンテナの世界的な不足が起こった一方、新しいコンテナの生産は大部分が止まっていた。ハリケーンで船外の北、大西洋に落ちたコンテナコンテナは時として、一般的には嵐の時に船から落下することがある。報道メディア資料によると、毎年2000から1万のコンテナが海上で紛失している。 世界海運評議会が各運送会社を調査したところ、この主張はひどく上乗せされており、会場での紛失は毎年平均350コンテナで壊滅的な出来事があった場合に675コンテナと算出したと同評議会は述べている。紛失具体例では2006年11月30日、ノースカロライナ州のアウターバンクスにコンテナ1個が岸に打ち上げられ、 そこには貨物のドリトスが何千袋もあった。荒海で噴出したコンテナは貨物や波によって破壊され、すぐに沈むことが多い。すべてのコンテナが沈むわけではないが、水面から非常に高く浮くことは滅多になく、それらを検出するのが困難な輸送上の危険になっている。噴出したコンテナの漂流は海洋学者にとって地球規模の海流研究となり、 中でも、貨物のアヒルちゃんを追跡するという妨害な事案も起きた。2007年、国際海運会議所と世界海運評議会は、コンテナ保管の実施基準に関する研究を開始した。これには、パラメトリック横揺れ、より安全な積み重ね方、コンテナの荷印、うねりが大きいデッキ上の貨物のセキュリティに関する乗組員の訓練などが含まれる。2011年、 メガボルト、レナ号がニュージーランド沖で座礁した。船がせり上がるにつれてコンテナの一部が失われ、他のコンテナは不安定な角度で戦場に残った。コンテナ革命における最大の闘争のいくつかはワシントン DC で繰り広げられた。1970年代初頭、鉄道と海運を組み合わせた料金を見積もる許可を獲得した運送業者では、 インターモーダル輸送が大幅に増加した。その後、船舶を運航しない一般運送業者は、サンバ市外の場所でコンテナ詰め込みや荷出しに、労働組合労働者を使用することを要求してくる、契約を無効とする米国最高裁判所の判決が出て、この長い法廷闘争に勝訴した。建築現場で事務所として使用される改造コンテナコンテナ構造物は、 一時的あるいは、高級的な住宅として、本館内資庫や、または、作業場として、人々の住宅その他機能的建物の基礎として、コンテナを使用するものである。コンテナは商工業において、物置や保管エリアとしても使用されうる。アムステルダムにある店舗ハウジング社は、個々の住宅ユニット用コンテナを積み重ねる工法を行っている。 コンピューターのデータセンターの収容にもコンテナが使われ、始めているが、これらは一般的に特殊なコンテナである。現在では、特定目的の役割を担うべくコンテナを改造して、欲しいとの要請が増えている。その結果、記録保管ラック、警備事務所や、食堂や乾燥室にする目的の打ち張りや、暖房や、照明やコンセント、家具保管向けの結露制御、 より重い物体を保管する軽車台など、様々な用途に合わせたコンテナ専用の調度品が使えるようになった。コンテナはまた、機器の保管庫、期間限定カフェ、展示ブース、警備小屋などを提供する目的でも作り替えられている。公共コンテナライズ輸送は、道路以外の旅客輸送を行う個別コンテナとして、機能する、用自動車を改造する概念であるが、まだ現実導入されていない。 アクツローラーコンテナ企画はヨーロッパ一帯でコンテナ型消防設備の基盤となっている。2008年9月5日、BBC は世界中を移動する輸送コンテナを追跡することで国際貿易とグローバリゼーションを研究する1年間のプロジェクトに着手した。ありがとうございます。